じゃあ活動再開しましょう。で、装備を今のうちにちょっと、含むの面かな。これで運気を上げて、水窓いいかな。いや、だいぶ集まったね、三雲りの雫。まあ、ちょうど朝になるし、ワンコも来るし、よし。いや、雨降ってんね。あとは千年石がもっと欲しいんだよね。千年石はもう限界まで取引しとくか。で40だから、あと何欲しいんだっけ。とりあえず油買っとくか。油はね、たくさんあって困らないからね。あとは金太。なんか作るかや。おお、あと4つか。あ、耕さんも欲しいのか。あ、あと大獅子の牙ね。大獅子の牙か。ゆいちゃんの方は？神様、何か作りすかや？こっちは作れるね。あと朝と木肌。オッケー。朝と木肌と大獅子。あと、タガヤさんが一つ。タガヤさんは、まあ、いつでも手に入るから。じゃあ、また、最初は剣で、ゆいちゃんがここ。で、タウエモンはここ。それでは。で、大獅子。大獅子がいたとこだ、どこだっけ。あ、蔵の道？ここ。入れ。どこを見ておれ。牙手に入らなかった、もしかして。うわぁ、入らないときあんのか。つがみ、そしたら回復しないから、ちょっと回復しないから、どうしようかな。探索道がちょっとまだ 100% になってないところをちょっとあれしますか。 100% にしますか。宝踏破夜間、踏破とか夜間とか、それ以外割と踏破とか夜間が多いな。けどだいぶあれだな、だいぶもう攻略してるんだな。こうやって見ると結構 100% だもんね。衝突、我ながら結構
ちゃんとやってくっちゃやってくんの。したら、どうしよっかな。っていうのも、ぶっちゃけもう飯食っちゃってもいいんだけど、先にはっあーどっか寄って時間進めるか。ジオのほら、ジオのほら多分さっき言ったんだよ。まあそういう時の人かな。おげりわんこ。じゃあもう秋も終わりだから、ハサ干し回収しますか。ハサがけ、ハサ干し。よし、いただきます。いただきます。ごちそうさま。じゃあミクマリをあと4つほど欲しいから、だよね。そうだね、あと4つ手に入れましょう。さて、一応10個になりましたね。よし、そうしたら戻りますか。いや、もうちょっとやるか。もっと欲しいもんね、実は。よし、いって、よし、終わりますか。ちょっと死にかけてるもんね。じゃあ戻って、ワンワン。そしたらやれることをやっちゃおう、今のうちに。なんかめっちゃ攻撃強くやってる気がする。脱穀ですね、一瞬で終わる。心輪の機械で脱穀するぞ。脱穀です。もう下ボタンを連打するだけで終わる脱穀。うひょわーうひょわーうひょわーって感じですね。はい、終わりました。あっという間じゃ、心は恐るべし。稲の乾燥はちょっと低め。じゃあもみすぎです。
やばい。ヒンタの踏み薄を使ってみるか。なんでさ、あんな瞬間的に終わったのに、ちょっと刹那の踏み薄もみすぎ。踏み薄でさらに素早くつけるようになるぞ。とくとみよ、この華麗なる足さばき。もう筋肉痛ですね。いや、筋肉痛を超えたな、多分な、もうな。はや。じゃあこれは不思議と秋が来ないぞ。今日はワンコいないですね。でよ、あのもう右上を見ていただければお分かりの通りなんだが、もう冬の1が終わりそうなんですよね。早くないですか、ちょっと。さっきまで夜だったんですけど、あんな一瞬で終わった十分じゃろ。作業が溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。はい、新米完成です。我ながら恐ろしき才のさえ、やはり神。お、全体的にいい感じじゃない。嬉しいですね。あんな一瞬で終わった作業ってもう昼過ぎて夕方だしさ、多分これ終わったら多分夜になってるからね。11年前も終わっちゃいましたね。でよ、それでよ、今回は雑草とか害虫の被害がそんなになかったのかな。いや、後半やばいな、雑草で中干しもしてないと。脱穀朝になってるしね。あー、けどなんだろう、こうゲージマックスになってるやばいやつはないね。中干し下げてるからちょっといい感じか。で、過剰生育はそんなしてない。いいね。ただ病気がちょっと多いね。病気対策しないといけないか。あ、まだ習得できる技があるの。毒冠って何？雷帝板金登り鯉。ちょっとかっこいいんだけど。ちょっと下2つかっこよそうなんだけど。はい。ほら、余分になった。あ、渾身。玉よ。多分取引ができるはず。高谷さんが1個欲しい。これでか。しかと。うん。じゃあご飯食べて朝を迎えましょう。とりあえず何か作るですか。いただきます。ごちそうさま。最近会話がないね。黙々と食べてるね。じゃあちょっと休んで。あ、キュウリ傷んじゃうんだ。そりゃそうだよな、生物だもんな。キュウリもな、一応な。うわ、取引した意味ねー。そっか、キュウリは最後か。なんか作るかや。おー、なんか何でも作れるみたいな感じになってるけど、とりあえずこのイサナトリの大釘を作ります。あー、でまたこれを作れるのか。で、あとハリセンも作っておきます。で、三雲の雫あと2個でこっちも作れるのか。
しろ。で、大獅子の牙があと1個。うん、いいですね。じゃあまたミクマギの雫集めないといけないな。2つ。神様、何か作りすかよ。こっちはキハダがあと2つと。いいね、めっちゃいいじゃん。あと粘土が欲しいのか。粘土が全然手に入ってないな。ちょっと粘土は手に入れないといけないな。じゃあどうしよっか。キリがいいからこの辺にしとくか。じゃあ次回は多分忘れてると思いますが、また素材をねちょろちょろっと集めて、そうだな、まあ目標は武器だったりあと服だったりをある程度作り終えて次に進みたいなと思います。うん。で結構なんだろうな、この辺を清水、この辺をさまあ強くしていきたいっていうのもあるんですよね。命これ増やしたいんだけど、ちょっとね今琥珀めちゃくちゃ欲しいから、肥料にね、うん、肥料に欲しいから、ちょっとあんま無駄遣いしたくもないっていうのもあるんだけど、じゃあちょっとねまた素材集めしながら強くして、可能であればね、次のこの仕事の、よもつ神再びのところですね、途切れ方向のよもつ神の元凶を立ちに行きましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。